健康雑学。健康に関する知識は、日々の生活において非常に重要です。しかし、時には、健康に関する誤解や迷信が広まることがあります。ここでは、健康に関する本当のことをお伝えし、健康についての正しい知識を身につけましょう。1. 市販のサプリメントは必要ない。健康的な食生活を送ることが最も重要です。健康に必要な栄養素は、バランスの良い食事から摂取することができます。市販のサプリメントは、必要以上に栄養素を摂取してしまう場合もあります。医師の指示がない場合は、市販のサプリメントを摂取しないようにしましょう。2. 寝不足は健康に悪影響を与える。寝不足は、健康に悪影響を与えることがあります。睡眠不足は、免疫力の低下やストレスの増加など、健康に悪影響を与える要因となります。十分な睡眠をとることは、健康にとって非常に重要です。3. 便秘は健康に悪影響を与える。便秘は、健康に悪影響を与えることがあります。便秘が続くと、体内に毒素がたまり、免疫力が低下する原因となります。便秘が続く場合は、食物繊維を多く含む食品を摂取するなど、改善策を検討しましょう。4. 運動は健康に良い影響を与える。運動は、健康に良い影響を与えることが知られています。運動により、血流が改善され、免疫力が向上することがあります。また、運動はストレス解消にも効果的です。毎日少しずつでも運動する習慣を身につけましょう。健康についての正しい知識を身につけることは、健康な生活を送るために非常に重要です。以上の健康雑学を参考にし、健康な生活を送りましょう。